はじめまして。本日インタビューさせていただきます、阿部と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、まずはじめに自己紹介をお願いします。私は、衆議院の宮城4区と日本共産党の比例東北の重複候補で、国政に挑戦しています船山由美です。元仙台の市議会議員を務め、その前は医療機関で保健師として働いてきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではまずはじめに宮城県の好きなところを教えてください。はい、宮城県の好きなところはまず食べ物がとっても美味しいんですね。土地のもので言いますと、原米市ですとかね、仙南の地域で言うと、塩釜の、東物と呼ばれているマグロも美味しいですし、ずんだ餅も美味しいです。あと、そうですね、自然がとっても豊かで、太平洋から、奥羽山脈まで、広大なエリアを、その土地土地の非常に美しい景観がありますので、温泉もありますので、とても魅力的な県だなというふうに感じています。では次に、人生で最も影響を受けた本を教えてください。はい、私は、医療機関で保健師として働いたんですけれども、その、ナイチンゲールの看護覚書っていうのを看護学生の時に出会いました。でナイチンゲールが、クリミア戦争のあの時代に、当時は看護職っていうのは非常に身分制度といっても職種としても、非常に、認められていない、下働きのようなそういう職能だったんですけれども、ナイチンゲールが、クリミア戦争でのその傷病者の方々を治療するための病床をきちんと確保していくときに、やっぱり空気ですとか感染症ですとかね、そういった環境を整えるっていうことが人間が生きていく上で欠かせないということを非常に科学的に明確に書いてあるのが看護覚書で、非常に私の人生においても大変大事にしている本の一冊です。では続いて、ご自身の強みと弱みを教えてください。はい、私の強みはフットワーク軽く、現場に、すぐ駆けつけて、地域の実情をつかむっていう強みがあります。弱みはですね、ちょっと涙もろいというか情にもろいというかね、お話を相談の方からいただくときに、一緒に涙を流してしまうような、ところがあります。よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、では早速本題に入らせていただきます。はい、これまでの政治家としての経歴、実績等を紹介してください。元、仙台の市議会議員を、14年間務めてまいりました。国政選挙は4年前の衆議院選挙、それから2年前の参議院選挙、そして今回の衆議院選挙ということで3度目の、挑戦になります。仙台市議時代の実績としては、私のライフワークが命を守る政治を作るということなんですけれども、高すぎる国民健康保険料保険税が払えなくて貧困で苦しんでいる方々のご相談いただいて、国保料を引き下げるということだとか、それから灯油代が買えない、貧困世帯の方、高齢者の方の苦しみをいただきまして、議会でこれを取り上げまして、福祉、灯油制度が、その時の、今もう廃止されてしまっているんですけど、実現したりだとか、それから仙台の、日本共産党の市議団の論戦で一緒に共に、取り組んだものとしては、地下鉄のホーム柵の設置、ですとか、東日本大震災の時の、地盤宅地被害への支援だとか、被災者の方々への支援制度、これまで国の制度ではなかったものを、実現を、作らせて、国政、国会議員とも連携しながら実現したという、そういった経験があります。国会議員になったら実現したい政策は何でしょうか。はい、まずは、社会保障の充実、このコロナ禍の下で非常に浮き彫りになったのは、地域医療、この間削減してきたような
国の政策があったり、保健所の数も、1990年と比べると半分にまで数が減らされてしまっているんですね。まあ、社会保障がその財政のお荷物だというような、そういったまあ、自民党の長い政治があったわけで、そうではなくて、ケアに手厚い社会保障を、地域医療をなくしていくんじゃなくて充実させたり、診療報酬上の位置づけをもっとちゃんと高めていく、それから医療介護福祉の現場で働く方々の処遇改善や賃金を引き上げていくということで、とりわけ福祉労働者の方々が他の産業と比べると月に10万円も賃金安いんですね。で、人が生きることを支える福祉労働で、こういう状況というのはすぐに改善しなきゃいけませんので、ケアに手厚い、こうした働く人たちの賃金をちゃんと引き上げていく。それから、まあ、雇用政策で言いますと、8時間働けば当たり前に暮らせる社会、時給1500円にね、全国どこでも、時給1500円で働く人たちが生活をちゃんと保障していけるだけの賃金を、引き上げていくということ、それからあとはですね、今気候変動問題が大変、私たちのこの地球の環境や人類の未来にとって、時間との勝負で対策を取らなければならないというふうに考えています。で、私たち日本共産党の戦略というかプランを発表しまして、気候危機を打開する日本共産党の2030戦略っていうことで、今のままの、ね、気候変動が進んでしまうと、ただでさえ毎年のように豪雨災害、台風被害で日本は苦しんでいるわけですが、世界的に見てもツバルのように国そのものが海の中に沈んでしまってしまうような海面上昇による影響というのもあります。で、 CO2 を2050年にゼロにする、そしてそのためには2030年あと9年ですけれどね、2010年と比べて排出 CO2 を50から60に引き下げていく。で、私たちの提案では、その、再生可能エネルギー、自然エネルギー様々ありますけれども、太陽光や風力、水力、地熱なんかの地域に合った形で住民合意で進めていくことと、省エネルギーを組み合わせて、こういった政策は前に進めることができるんだと、まあ、これ世界的にも要請されている中身なので、ぜひこれ進めたいなというふうに思っています。もちろん脱原発、脱、石炭火力はなくしていくということですね。はい。野山さんのお話と共産党としてのお考えと伺ったと思うのですが、特に船山さん個人として思い出の深い生活はありますか？やっぱり医療機関で働いている時も感じたこと、保健師として感じたことだし、仙台市議会議員としても感じたことなんですけれど、病院で働いている時には本当にお金がなくて、経済的な困難があって、治療をね、続けられなくて薬を間引いている患者さんがいたり、健康診断もまともに受けられない過酷労働の中で体調を崩してね、病院に来た時にはもうがんが進行して手遅れになってしまうと、そういった患者さんがいました。仙台市議時代も様々な DV の相談だとか、生活に困窮する方々のご相談もいただいてきました。やっぱり貧困と格差を正していく、誰もが人間らしく暮らしていける、そういう所得をしっかり保障したり、雇用をしっかり保障したり、一人親世帯への支援をもっと強めていったり、あと、学生の皆さんもこのコロナ禍で、本当に大変な思いされてるんですよね。オンライン授業でね、せっかく大学に入ったのに友達ができなかったり、孤立をしていたりっていうことがあって、私も民間の青年の支援団体の皆さんと一緒に食料支援プロジェクトにも参加をさせてもらってね、その中で、こんな風に人と話すのは久しぶりなんですっていうことね、学生の皆さん話してくださったり、食事を1日1回で我慢してるとかね。で、根っこにあるのはやっぱり高すぎる学費なんですよね。
日本のこの異常な高学費を今すぐ正していかなければならないと思いますので、大学の学費を急いで半額にすることや、給付制の奨学金制度をきちんと国がね、作って、希望するその学びをちゃんと保障して、社会の中で自分の可能性を発揮できるような、そういう学びの政策、教育の充実、それをぜひねやっていきたいなというふうに思っているところです。ありがとうございます。次に、日本共産党に対しては最近もネガティブな発言をする人がテレビやネットにもいる中で、日本共産党が目指す社会像について船山さんの言葉で教えてください。はい、そうですね、日本共産党というその透明でね、やはり皆さんからご質問いただくのはね、中国の共産党の兄弟じゃないかとか、元ソ連っていう国があったんですけれど、そういう国とつながってるんじゃないかとかね、よくそういったご質問をいただくんですね。で、私たちはああいうその、中国共産党が今やっているようなその香港の学生さんたちや民主化を求める人たちを弾圧をしたりだとか、他国にね軍事力でもって脅威をこう示していくような、そういうやり方には断固ノーの立場で全く違うものだというふうに私たち考えてるんですね。で、よく暴力革命の党でないかっていうことで、この間マスコミでね、国際弁護士の方がそういった発言で問題になりましたけれども、日本共産党は暴力で政治を変えようとはしていなくて、選挙でまず政治を変えようっていうのが私たち日本共産党で、その変え方なんですけど、日本共産党が一党だけで変えるんじゃなくて、もっと自由にもっと民主的な誰もが人間らしく暮らしていきたいと願う多くの国民の皆さんとこう共同して、そして政党が力を合わせて連合政権を作って、政治を変えていくと、これが私たちの政治の変え方です。で、目指すその社会像っていうとこなんですけどね、共産党はその資本主義、今の資本主義、日本の資本主義の中であまりにも、働き方が、過酷労働で過労死が生まれるとか、貧困がね生じるとか、こういうそのルールのない経済社会になっているというふうに思いますので、もっと人間を大事にして、きちんとね経済を人間本位のものに、暮らしを大事にしていく方向に、今の資本主義をルールあるものにしていこうっていうのが今私たちが目指しているってことなんですね。憲法のすべての条文を守り生かしていこうっていうのが一番の日本共産党の特徴です。で、そのなんで共産党名乗ってんのって言われるんですけど、共産党ってもともとはラテン語のコミュニスっていう語源があって、地域にあるコミュニティセンターとかね、それと全く同じ語源、意味があって、みんなで手を合わせて共に新しいものを生み出していこうという、そういう、意味なんですね、本来はね。で、資本主義社会っていうのが人類にとって本当に最良で、これが最後の社会のあり方なのかなっていうのを考えた時に、人類はもっとね、未来に向かって、進歩発展させていくことができる、労働時間の短縮とか、自由なもっと時間の保障だとか、文化や芸術をもっと花開かせるとか、そういう、社会のありようまで、展望しているところが、共産党の名前には込められているっていうことなんですね。そういう、未来に向かって、政治を変えていきたいと、頑張っている、ところです。ありがとうございます。すごい弱者に寄り添ってるっていうお話を聞いてすごい思うので、すごい分かりやすかったです。ありがとうございます。東日本大震災からの復興に向け、今後の課題は何だと思いますか？はい、まず一番は被災者の皆さんの今の生活の実態っていうところなんですよね。私も災害公営住宅ですとか仮設復興住宅に
何度も足を運んで被災者の皆さんの、ご要望をお聞きするんですけれども、一つ課題になっているのは10年前から比べて高齢世帯の方が入居されていてね、地域のコミュニティ、いろんな自治会作るにも相当な苦労されていると、うん、こういった被災者の方々の生活を支えていくような仕組み、コミュニティ作りをもっと国がサポートしなければならないというふうに思っているのと、家賃もどんどん高くなっていくんですね。復興公営住宅に、入居できなくなってしまうような、ついの住みかだと思ってやっとたどり着いたところが、実は家賃が高くなって退去せざるを得ないっていうような方もいらっしゃいますので、そこは、被災した方々が安心して住み続けられるような家賃の、低減、下げていくってことが必要だと思ってます。それから町の復興、見た目では非常にハード事業は整ってね、復興は完了したっていうふうに言われてるんですけど、実際にその被災した事業者の皆さんのもと歩くと、当時グループ補助金っていう制度使って、なんとか再建して工場を建てたけれども、その後借金を返済するめどがつかなかったり、コロナ禍の下で一層、困難がね、押し寄せてきて返済に困ったりというような相談もいただいているので、今の被災地、それから被災された事業者の皆さんや被災者の現状に寄り添った形で、新たな制度の枠組みでもってね、誰一人取り残さないってよく言われますけど、本当に取り残さないで復興再建ができるような支援を10年という区切りで終わらせるのではなく、継続をしていくべきだというふうに考えています。最後に、若い世代に向けてどんな政治を行っていきたいと考えているか、ぜひメッセージをお願いします。はい、今日はこういう番組やっていうか取材をしていただいて本当にありがとうございます。若い世代の皆さんがやっぱり私たちの希望でもあるんですね。で、今学費の問題があったり雇用不安があったり、自分の可能性発揮したいなと思ってもなかなか生きづらい、社会が目の前には壁のように立ちはだかっていると思うんですけれど、中にはもうこの現状は全く変えられないものでないかなと思って諦めてね、しまっている方も中にはいらっしゃるかもしれないんですが、政治は、一握りというか一部の政治家のためのものではなくて、私たち一人一人、主権者は私たち、市民一人一人なんですね。なので、ぜひ若い世代の皆さんと一緒に、明日を元気で生きることができる、その人らしくジェンダー平等を発揮して生きていける、その日本を一緒に作っていきたいと思っています。その力が若い世代の皆さん一人一人には持っていますので、その力を十分に発揮できるようなこの日本に大きく変えていきたいなと思います。皆さんと共に一票の力で政治を変えましょう。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、本日はお忙しい中お時間をいただきありがとうございました。どうもありがとうございました。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。